はい、どうも皆さんこんにちは。スワレル休憩場所検索とファインドマイタウンというサイトを運営していますペンタでございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、小田急線の千歳船橋に来ております。千歳船橋はですね、小田急小田原線の経堂と祖師ヶ谷大蔵の間にある駅でございまして、で路線で確認するとですね、各駅停車と準急が停車する駅となっております。で、準急はですね、千代田線直通の準急電車が停車しますので、大手町とか霞ヶ関エリアも1本で行けるというのがありますね。で、あとはその下北沢もですね、共同のね、次下北沢ということで、非常にそうやってね、大型のターミナル駅にもアクセスしやすいというロケーションにある駅でございます。はい、それではですね、ちょっと今日も街をぶらりと歩いていきたいと思います。で、千歳船橋のですね、駅前にちょっとこういったですね、街の案内板がございまして、千歳船橋はですね、北口と南口で分かれております。南口の方はですね、東京農大ですね、がありまして、ちょうど共同とですね、千歳船橋の間ぐらいにあるところですね、東京農業大学がございます。で、あとはですね、大通りの、カンパチ通りはですね、これはそうですね、西側って言ったらいいのかに、ある感じですね。で、あとはですね、洋画の方に行きますと、陸上自衛隊の駐屯地があったりだとか、あとタンザニアの大使館があるっていう、情報も耳にしましたので、そういった意味ですね、治安がいいっていうちょっと噂が、ございますね。駅もですね、このガード下のところはですね、小田急マルシェというですね、小田急系列が運営しております、アーケード街みたいなのがございまして、改札の横にはですね、小田急でおなじみの北欧というパン屋さんがございます。で、ここからですね、北口の方にちょっと行ってみるんですけども、ここの駅前広場ですね、目の前がフィットネスジム、24時間があったりだとか、自然食品のお店、あれ、これ R&F じゃなくて F&F なんだね。っていうお店が、あったりします。で、ここはどうやらですね、千歳船商店街っていう言われてるみたいですね。千歳からみたいなね、京王線の。あ、千歳船っていうんですね、千歳船橋は。っていうのは、ございます。で、左手にはですね、このマクドナルドが、ございまして、ね、ちょっとじゃあ、歩いてみましょう。先にですね、この小田急マルシェの方ね、高架下の方から見ていきたいと思う、ございます。で、一応ですね、この駅の目の前にですね、交番がございまして、駅前にも、でもちゃんと治安が保たれていた感じですね。で、まずですね、小田急マルシェなんですけど、クリーニング屋が、ございますね。あと右手には、これはあれパチンコか。があります。で、あと、立ち食いそばのうどんとか、ありますけれども、この辺はそんなに、ね、特徴的なね、スタンダードなお店なんでしょうね。で、ここからトリプロっていう惣菜ですかね。唐揚げ売ってますね。半額パックとかあって。あ、これはなんかいいな。あとお弁当とかも売ってます。で、あと洋服の直しと、あ、なんかね、千歳書店っていうのは、これはあれかな。ローカルな書店なんでしょうかね。があって、奥にちょっと広いかな。千歳書店っていうのがあります。あ、で、なんかこんなね、世田谷区の歴史になってるんですけど、千歳船橋は東京都世田谷区になりますので、こういったね、世田谷のなんか歴史が綴ってある、本が、発売されるんでしょうかね。玉田さよならなんですけど、三茶の下通ってるね。昭和58年の千歳船ってこんな感じだったですね。ちょっと伝わりますかね。結構なんか自転車がいろんなところ置いてあって、ただその、千歳船商店街っていうのは結構前からあったのかなっていう感じですよね。あと、鍛冶屋。こちらは多分焼き鳥屋さんかな、ございますね。ここはチェーンなのかな、僕行ったことない。があってですね。あと、シュープラがあるのかな。シュープラはどこなの、あ、そこの奥にあるんだ。ここはあれかな、駅設備のあれかな、配電盤のところがあって、その隣なんだね。ちょっと目立たないところにありますね、シュープラね。で、この奥の方に行くと、ここは
オラクルでしょ、これ、多分。最近ね、オラクルよくね、行ってるんで、オラクルってそのね、駐輪場があるんですけども、そういったところでしょうかね、こうね。あ、金網のところですね。あ、オラクル、千歳船橋、第2って書いてます。ここね、10時間100円になってますね。24時間オープンです。があると、いった感じですね。ここから急になんか大通りになりましたね。あ、これあれだ、城山通りですね。城山通りといえばですね、成城学園の方につながっている、世田谷を横切る、通りになってますね。なので、祖師ヶ谷大蔵とかですね、共同にもあるんです。城山通りっていうの、ございまして、私の他の動画でも紹介してるんですけども、城山通りはですね、ここ左側ちょっと街路樹が、あって、なんだろうな、道としても広いですかね。まあ、バスが非常に多いですよね。だから、ここはあれかな、千歳船のバスロータリーのイメージすればいいのかな、この辺は。っていう感じですかね。立っていいのか。で、右手にはこうローソン100円ストアとか、あとはですね、マイバスがありますね、左手の方に。マイバスケットがあったりとか、で、なんかの、あれかな？あと、わせあかだ。塾のわせあかですね。がありますね。で、ここから共同とか梅ヶ丘とか、に行くバスが出てますね。区立温水プールとかあるんですよね、ここね。世田谷の温水プール。あるのか。で、あとはね、クイックレストラン、ガストかな、あれは。クイック系かな、あれは。あ、これ普通のあれかな、ファミレスのガストですね、これね。ございます。あ、普通のファミ、でも結構ファミレスなんで、中広いですね。7時から、夜中2時までやってますね。で、あ、なんかね、今たまたま、喫茶店見つけたんですけど、ルリって言いました。これは結構あれかな。なんか、パッと見あれだよね。美容室みたいな感じなんだけど。中はでも結構ね、地元の人で賑わってますね。ですね、ドリンクはね、コーヒー500円、紅茶500円、バナナジュースってあるんですね。お、バナナジュースか。珍しいね、喫茶店で。あと、日替わり定食800円とか、エビピラフとかもあって、なかなか、あ、いいですね、こういうところね。なんかね、中に猫ちゃんの写真がいっぱい貼ってあって、結構、オーナーさんが猫好きなんでしょうね。こうね、喫茶店ルリという、ぜひ行ってみてください。うん。あと、正面に見えるバザール桜ヶ丘っていうのは、あれは、あれも、あれかな、地元商店系なのかな。で、その隣に家具のね、立花屋っていうのがあるんですよね。ございます。で、ここですね、城山通り。右手は成城、左手がね、共同。で、まっすぐ行くとね、馬事公園って言ってね、東京オリンピックとかパラリンピック向けの馬術を行うね、会場として今ね、鋭意リニューアル中ということで やってるみたいなんですけどね。で、こっちの方に進んでいくと、あとは臨海セミナーとか、これはなんかおしゃれめな、これは、ヘアメイクですね、のお店、ございますね。で、ここはね、校舎停留所になったんですよ。ここね、校舎専用なので、ここから朝、ずらずらっと千歳船の駅の方に、歩いていく人が多いんでしょうかね。この千歳船のね、ちょっとよくわかんない、謎のキャラクターがいますけど。じゃあちょっとあれかな、商店街の方戻った方がいいのかな、これな。それではですね、城山通りをちょっとね、駅の方戻ってですけど、さっきのこのバザール桜ヶ丘ってちょっと気になったりしたんですけどね、ここは日用品からですね、ちょっとした食材だとか、ね、そういったものを扱ってるお店で、これね、タコなんて言ってますよね。タコとかね、防寒サンダルとかね、売ってます。あとカステラがね、390円とか、あとは、賞味期限が近いやつが結構安く売ってるような感じですかね。なんか掘り出し物があるかもしれないです。
で、この立ち花屋はあの、クッションとか、絨毯とか、昔ながらの工具ねやっている、家具インテリアの、お店ですね。で、マイバスケット、このマイバスケットは何時までやってるかな、7時から24時までやってますね。だから結構ね、会社から来た後でも、お買い物しやすいかなっていうところですよね。で、あとね、この上、アポックシアターってなんだろう、1階がアポックカフェって書いてある、なんか気になりますね、これね、なんだろう。ここはね、なんだ、シアターって書いてあるけど、今日はです、今日はっていうかね、12月19日か22日は、ラブイズっていうかな、組曲、なんかそういった、なんだろう、映画がやってるかな、映画ちょっとよくわかんない。この駐輪場がずっとありましたけどね、なんか12月の予定表あれだよね、昔の駅にあったね、落とし物案内板みたいな感じわかりますかね、僕ギリギリわかるんですけど。でね、こうやってね、貸し切りだったりとか、あとなんか演奏会とかやってるのかな、よくわかんないな。なんかでもイベントやってるみたいですね、今日ね。なんかすごい人がいっぱいいましたけど、公演期間中ということで、やってます。はい、それではですね、いきなりちょっと白山通りの方行ってしまったんですけど、ここからですね、また商店街に戻っていきたいと思います。ここなんかメンズの衣料品屋さんとかありましたね。で、あとサロン、美容室、あとブティックとかも、ございますね。酒江戸っ子の江戸っ子とかいうね、なかなか地元で飲むときはいいかもしれない。で、ここはなんか二股に分かれてますね。どっち行くか。で、このね、左はね、カフェのね、コロラドチェーンって書いてあるしね、このね、サイフォンで入れたね、美味しいコーヒーが飲めるってことでね、当店独自の優れた技術による高品質なコーヒー豆を販売しているということで、コロラドカフェになります。中はですね、結構落ち着いたシックな感じで、ゆっくりね、コーヒー飲みながら休憩したいといけないかもしれないですね。左はとんかつサボテンで、そこね、パティスリーマルメゾン、って書いてあるんですね。チョコレートっても書いてありますけど、ここはあれかな、なんかね、いろんなね、何ケーキ置いてあるのかな、チーズスフレ、レアチーズとかね、あとはチョコレート関係もいっぱいあるのかな。こういったね、マルメゾンのクリスマスケーキコレクションであってね、ショコラバニラフェイスとか、プシドノエルとかいいですね。で、こっちモスバーガーと、ウォーセンっていうお惣菜屋さんですけど、今日はちょっとね、土曜日なんでお休みみたいですね。ちょっとね、パティスリーの角からね、また行くんですけど、ここはね、チトフナご飯っていうやつなんで、このね、ミドリムシをね、扱っているのかな、本当に？本当。で、あと定食とかありますね、なんか、丼とかですね、あるんですけど、酵素の玄米を使った定食とか、ここね、1400円ぐらいで、あります、ね。いろいろございますね。ミドリムシなんていうと、なんか、バイオ系のベンチャーを思い出すんですけどね、どうなんでしょうね、ミドリムシ技術っていうのは、進んでいるんでしょうかね。で、こっち行くと、ヤマハ音楽教室、もうちょっと今やってないのかな。とかね、マダム超のお店って、これは、なんかスナック系かな。なんだろうね。ございますね。これはなんだ。ここあれかな？でも、おつまみ、普通に食事とか居酒屋みたいですね。マダム超のお店。で、この上はトリゼンっていう、炭焼きですね。ここはもう部屋さなかなっていう感じで、もう、あれですね、商店街抜けるとすぐ住宅街ですね。
あとこの一階でなんか渋いお店が、これうなぎ屋さんか。あ、うな重ですね。あの、ここはね、松竹梅じゃなくてね、亀鶴高砂っていうね、カテゴリー分けしてましてね、亀だと3000円とかですね。普通のうな丼2700円なんで、あ、もう2700円だったらね、食べてみたいなと思います。うなぎ屋さんございました。で、もうずっとここからもう静かな住宅街ですね。あの、まあ、駅地下なんでマンションとかアパートがちょっと目立ちますけど、ね。ここはね、世田谷区の船橋1丁目っていうことでね、船橋っていう、ね、地名がつくと非常に多くてですね、千歳船橋っていうとね、あの、千葉県の船橋の方なのかなって最初思うかもしれないですけどね、ここは世田谷区と、なっております。でさっきの玄米の、ご飯屋さん越えて、あ、ここはなんかあれじゃない、堀口コーヒーっていうね、あ、なんかすんげえおしゃれだな、こう。ね、ホットコーヒーとかもね、いろいろあるんですけど、なんかすごいおしゃれめじゃない、これ。いいね。なんかですね、あの、まあ、結構広いのかな、奥にずっとね、席がありましてね、ゆっくりコーヒー飲みと。ここはですね、なんかこのね、パフェみたいなんだこれ、コーヒーパフェなんて、これいいじゃんね。あ、すごいよ、これ。コーヒーをふんだんに、コーヒーの香りがふんだんにするパフェって、これ、僕初めて見たよ、こういうの。いいね。あ、いいな、帰り寄ろうかな。いいですね。で、あと、ここはね、渋いね、これね。ここね、お蕎麦屋さんですね。いいな。この渋い看板、なんか街道沿いにありそうですね、こういうお店ね。これいいじゃん。石狩鍋うどんとか超美味しそうなんですけど。クリームうどん、まあ、あとはね、鍋焼きうどんとかね。ああ、いいですね、こういうね。いいな。日清そばもありますよ。ね。なかなか渋いな。いいな。で、あとはね、傘と履物の店とかね。ここの肉の丸、ここはあの、手作りソーセージっていうところでね。メンチとかね、コロッケとか売ってますね。あの、夜のお惣菜に、いかがでしょうか。で、あとね、中んだ千田、世田谷。上はなんかランチコーヒーとか、ディナーとか食べれるんですね。で、1階はこれはあの、なんか八百屋さん、感じで、まあ、フルーツとか、野菜とかもね、もちろん売ってるんですけど、ここのね、ランチコーヒーはね、ノースモーキングエリアもあるということでね、あの、結構地方のね、あの食材を使った角煮付きの定食とかね、長岡の野菜プレート、そういうのを結構扱っている、お店ですね。でね、この右側ね、米の辻って書いてある、これはね、里山の元気ファームってことで、これはあれかな。お惣菜とかね、おせんべいとかいろいろ売ってるんですけど、これはあれかな、越後の長岡の方ですね、このなんか直売店でやってますね。笹団子とかも、あ、笹団子あるんだね。いいね。はい。で、このままちょっと進んでみると、右がね、うさちゃんクリーニング。うさちゃんクリーニング最近増えてきましたね、いろんなところにね。すごい、なんか、店舗拡大してますね。で、どうしようかな。右があるよね。JA バンクだよね。で、この千戸船商店街。この、謎のガールの絵が描いてあるんですけど。もうずっと進んでいくんですけどね。このマルシェ世田谷って、このバラエティーマーケット。これもなんか、いいですね。あの、買い取りもしますって書いてあるんですけど。いろいろなんか、奥の方行くとなんかあれだね、電光掲示板、なんか、そういったお店がございますね。買い取りしませんかって、このリースがぐるぐる回って、これシュールで面白いな。ね、あの、上り手にもなんかこういう店ありましたよね、なんかね。ここはね、あの、なんか、生態系なのかな。アロマですね、全身の。なんかすごいね、おしゃれな外観の。コブック千歳船橋店ってね、これ僕知らなかったな。こういうなんか、本、コミック、ゲーム、なんかあの、カードゲームとかそういう、扱ってるんでしょうかね。これ初めて見たな。これ、あれが世田谷のなんかチェーンってなのかな。っていう感じで、ここもね、ここもネイルサロンとか、ございますけど、この辺までかな、商店街って。ね、ちょっとじゃあ、ここから右に曲がってみましょうかね。
はい。結構ね、コアなお店が多くて面白いですね、千歳船橋って。なかなか、千歳船橋って私ね、今日初めてなんですけどね、なかなか寄る機会ってないですよね。あります？千歳船橋って。まあ、東京の大生とかだったら来るんでしょうけど、なかなかね、バジェコーナーに行きたいって言ったら、洋画から行った方が近いよね。まあ、そういった感じでね、まあ、意外と面白いかもしれない。はい。で、こっちの行くとですね、またね、この、横浜餃子店とかね、ちょっと看板バンって見てますけど、ここはね、千歳船のね、スペインバルってことでね、ございますね。ピッツァも食べれます。で、僕はね、このね、とんかつ浜っていうね、ちょっとこれ気になってますけど、とんかつ浜、いいです。とんかつ定食850ですよ。とんかつ定食、ご奉仕品は850ですね。ああ、いいですね。もう、ヒレカツ定食食べたいな。お刺身付きでございます。で、あとはね、こっちはもう横浜餃子券とか、一行入魂って書いてあるんですけどね。お得セット。これはあれだよ、共同になってね。あ、なんだろうね、歌舞伎揚げのあれかな、お店だ。俺、歌舞伎揚げ大好きだった。学生時代ね、お腹満たすためにね、歌舞伎揚げめっちゃ食べてたんですね、あれ、研究室で。そう。歌舞伎揚げのお店だって、これ結構あれじゃない？珍しくないかい？あ、すごい、歌舞伎揚げめっちゃ売ってるもん、これ。ほら。ニンニク味とかね、いろいろあるんだ。わさび味とか。知らなかった。でね、末広がりセットって書いて、末広がりセットって読んだらいいのかな。あとね、これ、歌舞伎ソフトクリームとか、マジで。歌舞伎揚げのパウダーが乗ってます。これすげえな、これ。やべえ、歌舞伎揚げ専門店、これは、ちょっと、いいな。いいな、これ。これちょっと今日感動したよ。そう。で、この辺も、ちょこっと、まあ、ヘアメイクサロンか。があったりとかしますけど、ここはここね、喫茶店のね、パオンっていうね、お店がございますね。ここね、クリームソーダとかね、あとは、オムレツかなとかあるんですけど、これなんか、なかなか、渋いですね。ポーンってお店。いいな、なかなか。で、あとね、こっちはもう住宅街がずっと、広がってんのかな。で、ここは千歳船橋駅前郵便局っていうことでね、ございますけども。で、こっちのね、郵便局、曲がったとこにはですね、ここはなんだ、藤木商店って、これは焼き鳥言ってますね。皮つくえ、なんか、美味しそうだな。で、あとね、生タピオカ専門店がね、こんなとこにもありますね。生タピだって。ナンバーナインミルクティーとかね、いろいろございますけど、なんかナンバーナインっていうのが聞いたことあるな。はい、じゃあこのまままた駅の方にちょっとね戻りつつ、行ってみたいと思います。ここのね100円ストアって書いてあるんですけど、ここはなんかあれかな、どこのチェーンにも属さない、100円ショップなのかなこれね。なんかすごいね、昔の100円ショップってこうやって表にいっぱいこの納品の段ボール置いてあったのは、あるんですけど、そういった感じでなんかね、また普通のダイソーとかキャンドル見られないやつがあるかもしれないですね。ここはね、イオンリカーになってますね。外でワインの試食会、試飲会とかやってますからね。で、ここのね、青山堂っていうね、ここの文具屋さんが、ございますね、ここね。結構人がいっぱい入ってますね。あ、なんかペンギンがいる。あ、かわいい。It's not cold at all。あ、かわいいね、このペンギンね。おたふくのあれなんだ。あ、ペンギンがいっぱいね、こう書いた、普段のとこに。あ、かわいいな。レディースとかもありますよ。あと、スキーのね、使う手袋とかもありますね。
で、ここね、ここからファインが、ここにございますね。で、あとね、あとね、こう唐揚げ割烹の袋かなとかね、あったりとか、あとはその千代田、お寿司ですね、お店があったりとか、あとは、お菓子の町岡ですね、とすき家があって、ここで、なんだ、北口の千歳船橋ですね、千歳船商店街を歩いてきたということになります。で、こっちのね、線路沿いの方はですね、あ、これなんかね、千歳船の柳三世って書いてありますね。以前駅前にあった柳の枝が取られた苗ですと。三十数年前はね、千歳船ってこんな駅舎だったんですね。これは木造駅舎でちっちゃかったですね。水辺の町だったんだって、あ、だから船橋っていうのか。で、烏山川まで含み池だった時代もあるそうです。小川や湧水、蛍も今昔話ですが、自然豊かな船橋の風景を少しでも取り戻し、未来に伝えていきましょうということでね、この柳の、が置いてありますと。で、あとこの路線、線路沿いにもですね、まあ松屋とか東進ハイスクール、で、あとは、ちょっと歩いてみますか。あ、ここにベンチがある。あ、ここね、地域の皆さんにご利用いただくね、みんなでベンチって書いてある。あ、こういうね、優しい町はいいですよね、船橋会ね。いいじゃないですか、こういうね。で、続き歩いていくんですが、こっちはね、とんかつの松屋っていう、この松屋系列がやってるチェーンなんですけど、安くていいですよね。学生なんか、結構お腹いっぱいになるかなって思います。こっち行くと小田急 X がありましたね。あ、ちょっと待ってね。ここ左側はね、これね、タピオカ屋さんあります。ティーストーリー、茶物語ってことでね、紫芋ミルクとか、ございますけど、ちょっと人はいないですね。もうタピオカブーム終わったって。はい。ということで、小田急 X、ございますね。小田急 X はね、ちょっと値段が高めなんで、まあ少し高級志向の人に向けたスーパーかなというところですね。パチンコ屋さんですね、これね、ありますと。で、ちょっとね、あの後ろの方になんかまた、あれあれかな、スナックとかパブとかそういうやつかな。寒くなってきましたね。だいぶ気温が下がってきて、今日はね、12月、もう後半ですね。もうあっという間に年終わってしまって。ここね、パブとかね、ミックスバーとか、あ、そういうエリアなんだ。なんか、千歳船ってね、そういうイメージは全然、なかったんですけどね。これ、おー。これ、ジョイパークって書いてありますね。こう、ジョイパークって書いてある。そういう、よくあるじゃないですか。雑居ビルにそういうの集結してるみたいなね。そういうやつ。で、あれはあれかな、景品交換所かな。で、ここはね、イタリアンが食べれるお店、ございますね。コネクトキッチンっていう、やってます。はい、それではですね、高架下の小田急 OX のところをですね、通り抜けまして、また行ってみたいと思います。この小田急 OX は広いですね。奥まで結構続いてまして、まあ、お買い物には便利かなっていうところですよね。夜はね、23時ぐらいまでやってるかな、みたいですね。で、あ、こっちもね、小田急マルシェがずっと続いてますね。どうしよっか。奥の方に行くと、美容室とかね、パンと菓子材料の店とかね、フィットネススタジオとか、キッズクリニックっていうのがございますね。あ、どうしよう。まあ、いっか。だいたいわかりますね。はい。はい。それではですね、未来口の方ですね、ご紹介してまいります。ここはですね、千歳船橋三商店街って書いてありますけど、ここもなんかまたね、商店街ついてる感じですね。で、ここのあ、ここね、右手にはね、このドトールが、ございましたね。これ何通りだな。ここにフレッシュネスバーガーとか、あとは携帯ショップとかね、あと不動産賃貸がありますと。じゃあちょっとここからね、千歳船橋三商店街の方に行ってまいります。
このね、魚谷あって、まあ、あ、このさ、町の時計すごいなんか可愛くない？これおしゃれだよね。あの、ね、ちゃんとね、方位が書いてあります。あ、そう、南口だ、右手側は南口ですね。ウエストとかね、書いてある。この上にあるの、成功の時計ですね、これね。上にあの、鶏の、が乗っかってまして、こうね、郷土4丁目桜広場って書いてあるんですね。良好な住まいと環境づくりを目的にスタートした、西地区まちづくり協会によって整備されたエリアになります。一応ここにもね、ベンチがございましたね。はい、それではあの、ね、首都杉橋三商店街の方、歩いてまいります。ここね、あの左手に山谷餃子店って書いてあるんです。これはあれかな、まだ、なんだろう、新しめのお店なのかな。だってここはね、エビ餃子とかね、シソ餃子とかいろいろあるんですけど、あ、共同店もあるんですね。あれあったかな、山谷ってでも見たかな、がありますね。で、あとはね、アミーズロティサリーチキンって、これは、あ、チキン屋さんだ。ね、ロティサリーチキン、チキンサンドとかね、あとは、チキンカレーとかね、お、なんか、いいね。チキン屋さんですね。クリスマスとかいいですね、チキン屋さん。おございます。で、あと、ここはね、ヨーケル会、ヨーケル社って書いてある、お菓子とおやつのお店、がございますね。ね、なんかいろいろね、クッキーとか、そういった関係の、お菓子売ってまして、結構女性に人気ですね。すごい女子受け、がいい、あの、お店ですね。なんか、いっぱい人が集まってました。で、あとはそういうなんか、居酒屋とか、ちょっと小粋な、お酒飲めるお店とかですね、がある感じですね。ここもね、かんじゃまっていうね、ここもなんか、かんじゃま古屋っていうなんか、お店。あと焼き鳥とか、ありますね。結構、千歳船橋って、あれですね、なんか、いろんなね、個人店が、面白いですね。こっちからはもうなんかカラフルなアパートが、見えてきますけど。一応ね、ここね、あの、サンカードって書いてある、三商店会っていうことになります。で、ここもね、あの、洋食のね、ことことっていうね、また可愛いお店があって、ここもね、すごい人がいっぱいいます。ランチはね、これハンバーグですね。ハンバーグの、ランチ。あとはね、カツレツとかチキングルイとか、ございますね。ここも可愛いお店で結構なんか、女子とね、女子同士で来るのもいいかもしれないです。で、あと気になったのが、そのね、洋食のお店の目の前にある、このコーヒー屋さん。ここはね、コーヒーハウスブレンドって書いてあってね、これはね、日替わりコーヒー扱ってます。あとね、自家製のね、コーヒープリンとかね、スパゲティとかサンドイッチとかね、扱ってあるんですね。はい。こっちはあの、女性向けの、ブティック。なんか古い、なんだ、昔からあるお店と最近のできたお店がいろいろ混在してる面白い世田谷エリアですね、ね。ちょっと杉橋っていうのは。で、なんか通り出ました。ここはどこだろうね。こっち行ってみますか。こっちもね、あの、お蕎麦屋さんとかも、あったりとか、ここもなんか、右手に見えるのは、イディ・キャラントっていうバッグの、扱う可愛い小物のお店、バッグのお店です。あとはそのキュートって書いたなんか猫のお店なのかな。で、ここはね、16って書いてあって、献立、野菜小鉢、野菜料理。あ、いろいろね、セットになってて、ね、1500円。で、あとはね、主菜なんてありますけど、上州豚ロースのたまり麹漬けとかね、つくねのだし煮とか、こういうのを選んでね、2500円と。あ、なんかいいですね。あの、お昼はね、鴨うどんとかせいろとかもいろいろあるんですけども、非常になんかね、体に良さそうなものを扱っているお店でした。で、あと中華定食の、
広屋って、ここもなんかあれですね、結構、地元に愛されてそうな、中華料理屋さん、タンメンとかマシュランとかいいじゃないですか、会社の帰りにね、こういうとこ行くのね。一応ね、ここもね、天然アジア料理のお店とかね、ありますね。ここね、アジアンスペシャルでね、ベトナムフォーとね、生春巻きとか、パクチーがもりもり入ってるやつとかね、タイ風焼きそば、ありますね、これね。この小道は何だろう、これ。ここはね、ここはスゲカリバシャウトって読んだらいいのかな。スゲカリの小、スゲカリバシがあったって書いてあるね。ちょっとこれ後でよく勉強してから話しますね。なんかちょっとよくわかんないけど、でもずっとここ、なんだろうな。小道がついてます。これ暗渠じゃないのかな。このね、東京カメラサービスって、これもいいですね。あのカメラ修理専門店の、お店ですね。あ、なんかちゃんと、あれですね、レンズの調査して、社長のタヌキなんて可愛いですね、こういうカメラ専門店もあります。はい、それではですね、このね、左手の自転車さんのとこからこの、駅の方に向かってみましょう。今度は何があるのかな。このなんか世田谷区がやってる NPO がやってる、あの街づくりのっていうところでね、ぬいぐるみ売ってます。あ、ピング売ってる。ピングだ。あ、かわいいな。ぬいぐるみ売ってますよ。ドルの一つ200円で書いてあります。ピングかわいいな。とかですね、あとこの右手にはね、これはあれかな、稲荷神社ん稲荷、あ、書いてある。あ、稲荷じゃない、十日森稲荷神社っていうんだ。あ、稲荷森稲荷神社じゃなくて、十日森稲荷神社なんで、これは分からなかった。これは読めなかったよ。ということでね、千歳船橋のね、駅近くに、こんなね、静かな環境の稲荷神社っていうのが、ございます。ございます。で、境内ね、入ってきて、なんか右手側にはね、子供が、遊べるような遊具と、あ、ベンチもありますね。置いてありますね。あ、すごいなんか静かな環境で、癒されますね。ああ、いいですね。なんか、ね、世田谷の喧騒から離れて、ちょっとね、心落ち着きたいときは、そこのね、ベンチありますんでね、そこで座って休憩だとか、あ、いいですね。はい、じゃあ続き歩いてみましょう。十日森稲荷神社、越えまして、このね、パラダイスって書いてある、この看板いいね。カラオケなのかな？カラオケみたいですね。パラダイスっていうお店で、あとはね、この手芸屋さん売ってますね。あとはここね、八百屋さんがありますね。あ、ここは結構白菜100円とかね、まあまあ安いのかな。ヒデって書いてあるんですね、お店で。ここはラーメンがあります。ひむかやってラーメン屋さんです。油一面やってます。宮崎ラーメンって書いてある。宮崎ラーメンって僕知らないな。ここは508円からある学生にも優しいね、ラーメン屋さん。大盛り無料って書いてます。で、あとここも、ここはね、アクセサリー屋さんみたいですね。なんかすごいね、おしゃれなアクセサリー屋さん。フロントマインっていう、お店ですね。アメリカンジュエリーって書いてます。お店。
で、あ、こっちにもね、またついてんだね。そっか、こっち行くか。こうね、お花屋さんがあったりとか、で、あとはその、あ、ここもお肉屋さんありますね。お肉とあと奥にお魚もやってます。あと電気屋さんとか、この右手はあのなんかインド料理のお店ですね。つい先日インドカレー食べてきましたけど、ね、があったりとか、あ、ちょっとこの路地入っていくとまた何かあるかもしれないね。これこれはね、ここはなんだ、うん、あ、保育施設なのかな、みたいですね。うん、あとはヘアサロンがあると。まだね、あの2時ぐらいなんですけど、だいぶ日が暮れてきちゃいましたね。あとそこも、飲み屋さんがあったりとか、あとね、シアツプラスなんてね、マッサージ屋さんもございます。でこっち行くともう住宅街ですかね。あ、でもなんかあそこになんか、広くなってるのは何がね、これはなんか公民館かな、なんだろう、ここはですね、あの集会所みたいですね。桜丘集会所って書いてありましたけど、で少しこの住宅街に入っていくと、ねそこの、ね、本場牛ってね、ここでね、あの、松葉屋っていう、お店ありますね。美味しいお肉を扱うお店、こんなとこになるんですね。あとこの三橋っていう甘いもの売ってるお店、あとこのオーダー焙煎で、このなんかコーヒーがあると、あ、すごいいい香りする、ここ、セット持ってますね。芸春セット、バリューセットとかね、売ってます。ということでね、千歳船橋三商店街ってことですね。ここは終わりかなっていう感じですね。はい、大通り出ましたけど、うん、あとここはあのジンギスカンバレーのマーさんっていうラムチョップのお店もございますね。ね、羊の絵がかわいい。あ、でもね、ランチでもね、1200円とかでセット食べれますね。はい、じゃあまたね、商店街のところ戻ってきたんですけど、このね、甘味処かのこっていうこの、たい焼き屋さん、いいな。たい焼き屋さん食べたくなってきてて、はい、ということでね、体験買っちゃいました。つい美味しそうだったんで、ね、食べようかな。はい、おばあちゃんが売ってたたい焼きです。あのね、僕クリーム好きなんで、クリーム買っちゃいましたね。じゃちょっとこれ食べながら歩きますか。うまい。はい、ということで続きです。で、ここね、スーパーの大関ございますね。大関があるんで、さっきね、小田急 OX があったんですけど、こっちの方がね、もう少し安いのかなって感じで、ここね、2階建てになってエスカレーターがありますね。すごいね、自転車止まって人が多いです。あと、奥にはココカラファインとかありますね。うん。ココカラファインが多いですね、千歳船橋ね。気のせいかな。あと、左は、オリジン弁当とかありますけど、あとパチンコ屋ですね。やっぱり東京農大生がいるからパチンコ屋多いのかな。共同はね1個しかなかったよね。はい、千歳船橋三商店街ですね、歩いてきました。ちょうどね今年末なんで宝くじもね大盛況ですね。人気出てます。この前ね、職場でね宝くじ売ったんですよね。みずほ銀行の方来ててマジかと思って、会社で宝くじ売んないでよと思ったんだけど、まあ、白山通りの方ちょっとね行ってみますか。
ここね、ここもラーメン屋さんがあるんだけどね、ケンちゃんラーメン、いいね。ね、醤油ラーメンとか、醤油がメインなんですけど、結構人いっぱいあるんですね。うん。こういうなんか、美味しいラーメン屋さん発掘したいね。さっきのラーメン日迎えた目酒ラーメンがね、こんなとこ看板も出てるんで、結構有名なんでしょうかね。宮崎豚骨。で、あとはね、バスが、両替機のバスが出たりとか、あ、こっちもバス停あるんだね。で、あと角にはドコモショップとか、東京個別指導学院とかありますけど。まあでも商店街はもう今のところで終わりかな。終わりっぽいっすね。で、ちょっとたい焼き食べながらもぐもぐしてますけど、ここはなんかね、スポーツダーツバーが買えますけど、うん、あ、ここね、渋谷まで行けるっすね。あと馬事公園も行く、農大も行くんだね。だからね、一応ね、路線としてはね、こんな感じ。千歳船があって、で、農大前とですね、で、そこから、世田谷駅、東急世田谷線で、あとは三茶行って、池尻大橋行って渋谷っていう感じで、一本で渋谷まで行きます。どんくらいかかるんだろうね。渋30にはね、ずっと興味持ってるんですよ、ね、どんな感じで朝の通勤でね、朝でどんくらいかかるのかなっていうところですね。はい。で、そこのキュアっていうのはなんかあれかな、イタリアンレストランみたいな感じかな、というのはございますね。はい。じゃあ結構歩いたのかな。でも近くに笹原小学校とかね、区民センターとさっき言ったよね、なんてところがあって、今歩いてるの千歳通りってところですね。で、もう少し行くと、カンパチ通りがあるといったところですね。はい。あ、で、さっき言ってた下宿薬局、ここじゃん。あったって、下宿薬局ね。ここね、ありますと。鈴船橋三商店会の入り口です。なんか上に、国際センターっていう看板はちょっと気になりましたけどね。あと、こっち側に見ると、あれなんだ、本屋さんとかね、ココイチとか、寿司三崎丸もあったんですね。気づかなかった。で、もう2時半になっちゃって、結局また今日もお昼食べれずに終わってしまった。わー、とんかつやってないだろうな、多分な。まあ、毎回そうなんですけどね。結局お昼ファーストフードになっちゃうよ。悲しみ。はい。あとここのね、なんだ、この東宮っていう、ここのなんか、和菓子屋さんもね、なかなか渋いですね。金妻とかね、クリームシオカンとか売ってるんです。いいですね。なんか、要チェックポイントです。はい、ということで、千歳船橋、歩いてきました。いかがでしたでしょうかってね、最近いかがでしたかなんてフレーズが流行ってますけど、まあいいや。ということでね、北口南口いろいろ歩いてみて、千歳船橋ね、面白いお店多いですね、個人店がね。非常にね、共同もね、この前行ったんですけどね、共同より僕、千歳船橋のなんか穴場のお店がいっぱいありそうな気がします。はい。生活の上ではですね、ちょっとスーパーがね、そんなに多くないかなって感じですね。だから、大関ですね、今いる側の大関か、それとも小田急 X かっていう選択肢なのかなって感じですよね。で、あとね、なんか治安はね、なんか良さそうな感じしました。あんまね、落書きとかも全然見当たらなかったんで、ね、歩いてて不安になることは一切なかったですし、いいと思います。で、あとその一人暮らしの面でも、近くにね、すき家とか松屋とか、まあそういったファーストフード系も揃ってますんでね、いいかもしれないですね。住みやすいと思います。まあ、駅周辺のね、商店街結構こじゃれたお店が多いんでね、いろいろ巡ってみると面白いと思います。小田急線がね、まあ、準急までしか止まらないんで、まあ、ちょっとね、不便かなとか思うんですけど、でもまあね、下北まで行っちゃえばね、そこ快速急行で、新宿までね、ちょいで行けるんで、いいと思いますしね。あと、渋谷にもね、アクセスしやすいってなるんで、私、千歳船橋は結構ね、いいかなと思いますけどね。はい。っていう感じでした。またね、私の、国内初の座れる休憩場所をまとめたサイトを運営してまして、他にも住まい探しにね、ぴったりな街を探せるようなファインドマイタウンというのも運営してますので、どうぞ、チャンネル登録と、あと概要欄から遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日もありがとうございました。
Thank you.